はい、次に紹介するサプリメントは、クレアチンですね。これはですね、いくつかのアミノ酸がくっついてできる物質なんですけども、どういう役目をするかというとですね、特に、野球ですね、あとは、トレーニングですね、どういうスポーツかというとですね、これは超無酸素運動ですね、クレアチリン酸という物質を使って ATP を再合成して筋肉を収縮させるという流れになっています。こういうのは何を使うかというとですね、トレーニングしますね。でトレーニングするときっていうのは筋肉が収縮します。でこのときに ATP っていう物質、アデノシン三リン酸ですね、これがですね、ADP とリンっていう物質に分けることによって、筋肉っていうのはこの ATP の分解で収縮がされるっていうことですね。でどん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 この筋肉にある ATP がなくなってきます。この ATP がなくなるとですね、筋肉が収縮されなくなっちゃうんですね。でこの時にいかに ADP に、リン酸ですね、リン酸を1個追加することによって、アデノシン三リン酸をまた作っていくかってことが筋肉を収縮させ持続させることにとっても大事になってきます。で野球っていうのは少しこの前もお話ししましたけども、ピッチャーのフォーム約 1.6 秒ぐらいで終わっちゃいますね。バッターも大差ないです。ほとんど 90% 以上がですね、この ATP の再合成にクレアチリン酸という物質を使うんですね。ウェイトトレーニングとかも全部そうです。マラソンとかちょっと違いますけどね。このクレアチンにリン酸がくっついたクレアチリン酸という形でエネルギーの、ATP の再合成が行われるんですけども、これをですね、最初から体内に多く入れてしまうって話ですね。体内には約 120g ぐらいのクレアチン保存されています。ですけどもやっぱりすぐ枯渇してしまうんですよね。ならば最初から少し多めに筋肉の中に、120% の状態でもう蓄えちゃいましょうっていう話ですね。なかなかやっぱり蓄えにくいんでしたら最初からもう多めに取り入れちゃうっていう話ですね。でどういうふうにして取り入れていくか、こういうのローディング作用と言いますけども、どうやって取り入れるかというとですね、だいたいご自身の体重にかける 0.35g ぐらいの、クレアチンを取ってください。これを1日に5回分けて取っていきます。だいたいこれぐらいの量ですね、1ヶ月飲み続けます。でこれで筋肉に一度貯めたらですね、あとは1ヶ月後からはだいたい 3g ぐらいずつ取っていけばもう十分です。あとはちょっと使ったやつを補強していくっていうイメージですね。こういう形でローディングすることが大事になってきますから、皆さんこれやっぱサプリメントを活用しないともうできないと思います。サプリメントを活用しながらやるようにしてみてください。お願いします。